アフターホークスというわけで、6月11日、6月12日、6月13日の対東京ヤクルトスワローズとの3連戦、こちらを振り返りたいなと思います。交流戦も終盤に差し掛かってきまして、優勝争いをしている中での対戦となりました。まず6月11日の試合なんですけれども、結果4対2でソフトバンクの勝利となりました。この日はもう最高な勝ち方でしたね。前半ですね、ランナー出るんですけどダブルプレーだったりとか、初回の周東選手出塁するんですけれども盗塁失敗だったりとかで、打線がなかなか噛み合ってなく、もどかしい展開が続きまして、でスワローズに2点を先制されるという、まあ厳しい展開になっていったんですけれども、7回裏にですね、今宮選手から栗原選手、山川選手、近藤選手、4連打で一気に同点に追いつきましたね。その後柳町選手の送りバントがありまして、我らが愛する男中村晃のセンターへの勝ち越し2点タイムリー。いやもう気持ちいいね。柳田選手怪我で抜けて、まあ、木原選手も、三森選手も抜けてしまったんですけれども、いやそれでもすごい打線ですね。先発有原投手もですね、2点を先制されるんですけれども、粘りのピッチングで7回9奪三振、しっかり試合をまた作っていただきまして、今シーズン6勝目、有原投手もナイスピッチングですね。というわけでナイスゲームでした。続いて6月12日の試合なんですけれども、結果9対3でヤクルトスワローズの勝利となりました。この日はもう一言、ヤクルト打線が爆発しましたね。打つべき人が打てばこういう展開にやっぱなりますよね。村上選手、サンタナ選手、オスナ選手、それぞれホームラン出まして、まあそりゃこの点数になりますよね。ソフトバンク先発の大津投手ですね、今シーズン先発転向して初めてじゃないですかね、7失点っていうのは。まあまあこれも一つの経験として次の登板に生かしていただければなと思います。ヤクルト打線あっぱれでした。続いて6月13日の試合なんですけれども、結果6対3でソフトバンクの勝利となりました。この日はですね、正直ヤクルトスワローズ先発高橋奎二投手の大乱調、これに助けられた部分もありましたね。高橋投手4回途中まで投げられたんですけれども、フォアボール6つ、デッドボール1つ、そりゃ点は入りますよね。前半ソフトバンク打線も押し出しだけの得点だったんですけれども、まあ中盤以降、打順も3回り目ぐらいからですかね、高橋奎二投手しっかりアジャストしまして、タイムリーも出てきまして、追加点計6得点。スワローズの方もですね、4回に山田哲人選手の同点ツーランで一時は追いついたんですけれども、ソフトバンク打線がしっかり突き放して6対3で勝利となりました。最終回もですね、6対3でオスナ投手出てきたんですけれども、山崎選手、丸山選手に10球ぐらいですかね、10球ずつ粘られて、最後2アウトランナー1、2塁。ここでバッター村上選手という、なんともヒヤヒヤな場面が来たんですけれども、なんとかオスナ選手を抑えていただきまして、最後6対3で勝利となりました。一つ心配なことがですね、近藤選手が6月12日の試合にダイビングキャッチをした際に指ですかね、指を捻挫されたということで、6月13日の試合は出場されたんですけれども、ちょっと明らかにスイングもいつもとは違うかなっていう感じだったので、今後どういう出場されていくのかわからないんですけれども、ここで近藤選手も抜けてしまうとかなり痛いので、まあ、ご自身の体第一でできることならチームに貢献してはほしいんですけれども、まあ、無理なさらずこれからも近藤選手頑張ってください。というわけで本日のアフターホークスは以上になります。この動画が少しでもいいなと思っていただいた方はグッドボタン、さらにはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。